はい、この動画では Gmail で既読したメールをアーカイブに保存する方法を解説をしてみます。でどういったことかと言いますと、まあ、受信したメールですね、こちらを受信トレイには表示しておきたくないんだけども、ただですね、削除はしたくないと、まあ、言った場合にですね、あのアーカイブという機能を使うことによって、まあ、受信トレイからは消えるんですけども、メール自体は削除されてないという状態になりますのでね、早速そのやり方をやってみたいというふうに思います。じゃあそれではまずですね、そういったあの受信トレイに表示したくないメールですね、こちらをこの、このね、チェックボックスのところ、こちらをチェックをつけてもらって、で次にですね、このアーカイブのボタン、こちらのボタン分かりますかね、ちょっとボックスに下矢印があの書いてあるようなボタン、こちらをクリックします。はい、そうすると今この受信トレイから今ねチェックでアーカイブにしたあのメールが消えましたよね。ただこれは削除ではないので、じゃあこのねあのアーカイブに入れた、保存したメールを見る場合というのはですね、この左側のこの開くというところをクリックをしてもらって、この中にすべてのメールという項目がありますので、こちらをクリックします。はい、そうすると先ほどね、このアーカイブに保存したあのメールも出てきましたよね。はい、まあ、こういった形で、まあ、受信トレイのところ、まあ、ここをね、まあ、整理したいだとか、まあ、あとはですね、ちょっと受信トレイに表示したくないといった場合にですね、このアーカイブというやつですね、こちらをチェックを入れて、このアーカイブボタンをクリックすることによって、受信トレイからは消えるんだけども、削除はされてないという状態になりますんで、まあ、この機能もね、うまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方最後まで見ていただきましてありがとうございました。動画をここまでご覧いただきましてありがとうございました。で、この YouTube チャンネルでお届けしている動画とは別にですね、パソコン力劇的アップ動画講座 5days ということで、5日間の無料の動画講座というのを別途お届けをしています。でこの YouTube チャンネルの動画はね、たくさんありますんで、見ていただくことによって、まあ、いろんなソフトウェアの、ね、使い方とか、まあ、便利な活用方法っていうのは覚えていただくことができるとは思うんですけども、ただですね、そういう活用の前にやはりそのパソコンの基礎力というのが非常に大事です。でこの基礎力がつくとですね、そのパソコンの活用の幅、あなたのパソコンの活用の幅というのは非常に大きく広がりますんでね、まあ、もしですね、あなたがパソコン基礎からしっかりとね基礎力をつけていきたいということでしたらね、この5日間動画講座ですね、これすべて無料で見ていただくことができますんで、この動画の下の説明欄にその申し込みのフォームの URL がありますんでね、ぜひそちらをねクリックしていただいて動画の方を見ていただけるといいかなというふうに思います。じゃあそれではですね、次はこのパソコン力劇的アップ動画講座 5days の中であなたとお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。